はい、今回紹介したいのはこれです。セリアで買ってきたふわふわエッグメーカーです。100円でした。至福の朝ごはん。黄身分けとメレンゲホイッパーがセットになっていて、スルッと黄身だけ分けれて上下に動かすだけでメレンゲが作れるというものです。ふわふわオムレツも簡単に作れるというとても感動的なものなんですけど、実は過去の動画で類似品を紹介しています。ダイソーのふわふわホイッパーです。こちらでもすごくふわふわのメレンゲが作れました。今回のエッグメーカーの方は黄身が簡単に分けれるのでとても便利かなと思っています。後ろには取扱説明と使用方法が書かれています。2番目を見ていると過去に紹介したこれ、こちらも思い出します。材質はメレンゲカップと黄身分けがポリプロピレン、耐熱温度は100度、耐冷温度はマイナス5度、メレンゲホイッパーは ABS 樹脂、耐熱温度は70度、耐冷温度はマイナス5度となっています。日本製です。大きさは幅が 8.5cm、 高さ 8cm、 ホイッパーまで含めると 11.2cm だそうです。至福の朝ごはんふわふわの TKG ですが、ちょっと前にすごく話題になってました。でもちょっと勇気がなくって私は食べたことがありません。今回はこのエッグメーカーで作って食べてみたいと思います。そしてこのふわふわの TKG を食べるためにこのマグでご飯を炊飯してきます。マグでご飯を炊いている間にふわふわのメレンゲを作ってみたいと思います。こんな感じ。黄身と白身を分けてから外してホイッパーするようです。ついてる。切れない。はい。では。はい、過去の動画でも一生懸命ホイッパーしたことを思い出します。ではまた頑張ります。はい、いい感じにメレンゲになったのでご飯が炊けるのを待ちたいと思います。ご飯が炊けました。マグで炊いたご飯はどうでしょうか。じゃん、おすごいキラキラしてます。はい、とてもいい感じです。炊きたてのご飯にメレンゲをのせて。
取り分けてた黄身をペロン。お、はい、こんな感じです。初めてのふわふわ TKG、 醤油をかけて、食べてみたいと思います。やだ、初めて。いただきます。ね、意外、あの話題の時にも勇気を持って食べてみればよかったなと今思ってます。美味しいです。というわけで今回はこちらのふわふわエッグメーカーを使って過去に話題になったふわふわ TKG を作って食べてみました。手軽に楽しめます。過去の動画でも100均の便利グッズをたくさん紹介しています。そちらの方も見ていただけたら嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。